インファンタ・マリア・テレサ級装甲巡洋館は、スペイン海軍が最初に国産した装甲巡洋館。ネームシップの艦名は、フランス王妃、マリー・テレーズ・ドートリッシュにちなむ。艦首から撮影された、ビスカヤ。当初のスペイン海軍では、全土級戦艦ペラヨの姉妹艦を建造する予定であったが、この時期に、ドイツ帝国が植民地獲得に乗り出し、スペインの植民地である。 カロリン諸島の脅威となりつつあったため、急遽この予算を植民地防衛用の新型装甲巡洋艦に充てることとなった。これが本級で海軍計画により3隻ともビルバオ海軍交渉により建造された。米西戦争中は3隻ともパスクワルセルベラ帝督のカリブ海派遣部隊に属してキューバ植民地の防衛に赴いた。一番艦のインファンタマリア・テレサは セルベラ提督の機関だった。サンチャゴデキューバ海戦では、スペイン艦隊の主力として戦ったが、同系艦3隻ともに、アメリカ艦隊により全滅させられた。本級の武装、装甲配置を示した図。本級は、平ら艦艦型船体を採用した。水面下に、当時の主流である昇格を持つ艦首から、全部艦艦上に前向きに、単装式の露砲塔1機を配置。 環境構造は、司令塔を下部に組み込み、船橋を両側に持つ箱型とし、その後部に頂上部に見張り所を持つ簡素な短脚所が立つ。短脚所の背後に日本煙突が立ち、館内への吸気用としてキセル型の通風塔が建てられている。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、その後ろは簡素な短脚所後ろ向きに露放塔1機が配置。 左右の原則乾板上には 14cm 単装砲が断片防御程度の棒立てを付けられており、乾板上に単装砲がで片原に5機ずつ計10機が配置された。この武装配置により、前後方向に 28cm 砲1門、14cm 砲2門、左右方向に 28cm 砲2門、14cm 砲5門を向けることができた。防御装甲は、 原則推薦部に 254mm から 305mm の装甲が貼られており、装甲圧では戦艦並みで全長の2、3を防御するものであった反面、装甲板の高さが低かった。また、主砲のバーベット部こそ 228mm もあったが、写真で砲塔に見えるのは断片防御程度の装甲でできた防護立てで主砲の基部に被せてあるだけの白物であり完全な。 砲塔形式ではない。写真は撃破されたビスカヤの2 8トル手法と、本型の手法として、フランスの砲塔メーカー、カネー社のカネーモデル1 8 8 3 2 8トル砲を採用した。その性能は2 6 6ラムの砲弾を、行角15度で1 4 6 0ルまで届かせられ、射程1 4 6 0ルで、 クルップコの走行1 3 8ト、mm、ルを貫通でき、5 0 4 0ルなら、原則走行2 2 6ト、mm、ルを貫通できた。この方を新設計の単装式のフード付きの砲塔に収めた。砲塔の浮要能力は、行角10.5度、深く4度である。旋回角度は、守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲針の浮要。 砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発であった。写真は撃破された、アルミランテオクエンドから回収されて展示されている 14cm 砲。本型の複砲には、カネーモデル 1884-14cm 速射砲を採用した。その性能は 36.5kg の砲弾を、 行角25度で15000メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がに据え付け、不要能力は、行角15度、深く10度である。旋回角度は、原則形スメート配置で150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分4発であった。その他に、 耐水雷艇用に 7.62cm イコール12ポンド速射砲を単装砲画で片言5機ずつ計10機をオチキス社のオチキス 4.7cm 速射砲を単装砲画で10機を装備した。近接攻撃用にノルデンフェルト 25mm 機関砲を単装砲画で8機を装備した。他に 対艦攻撃用に 35.6cm 魚雷発射管を単装発揮を配置していた。ありがとうございます。